ゆうじです。ゆうきです。今日はですね、はい、釜山にあるプピョン市場というところにやってきています。プピョン市場でございます、はいはい、でここはですね、はい、釜山の市民の台所とも言える市場で、はい、市場で、で最近ではヤシダも始まって在来市場の関心も高まってます。ヤシダ夜に市場が開かれて、そこで食べたりとかできる、それが人気です。ゆうでも来たことありますか、この市場には。プピョン市場は昼間になるのか、身内のおばさんと一緒にデートでデートじゃないで、今日はですね、人気のお店を何軒かご紹介したいと思います。はい、お願いします、はい、お楽しみに、はいはい、国際市場の西側に位置するプピョン市場、地元の人の台所として韓国らしい雰囲気が味わえるスポットです。本場のキムチをはじめ、市場ならではの食べ物もたくさんあり、見るだけでも楽しめますよ。お店が両側にいっぱいあって、なんか今日紹介したお店がこちらです。キムチの専門店になります。キムチの専門店、はい、いいですね。いっぱいキムチもあって、はい、韓国といえばキムチですね。そうですね、はい、で今日じゃあ試食をしてもらおうと、はい、試食チュクミ、チョッカイ、ナッチチョッカイを試食してもらおうと。はい、はい、ナッチって何ですか。ナッチはタコです。タコ、はい、はい、これがタコでございます。ナッチ、お、仕組みがしっかりしてます。おいしい。ちょっと甘いんですよ。あ、甘いんだ。おいしいです。じゃあお好みに合わせて。ありがとうございます。美味しいですね。美味しい。シシキテミカっていうね、言えば試食できますか、ね、やってみてください。やってみてください。はい。はい、次はどちらですか。次はオムっていう、ソウル、はい、おでんのお店に行きたいと思います。はいはい、おでんというとソウルではですね、薄いシート状のものを言うことが多いんですが、釜山は日本に近い分、日本のさつま揚げみたいな形のものが多いということで、種類が豊富ということで、ちょっと見てみたいと思います。はい、このお店です。このお店ですか。はい、はい、もうお客さんいっぱいで、いっぱいですね。はい、やっぱ人気なんですよね。はい、美味しそう、美味しそう、美味しそう。試食もあるので、ゆうじくん、あ、じゃあ、はい、試食してみて、はい、なんか野菜が入ってる。あ、野菜もしっかり入ってて、なんか美味しそう。はい、いきます。美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。肉厚で、うん、うん、分厚いです。あの、僕もソウルを食べたことあるんですけど、うん、やっぱ薄いじゃないですか、薄いね、韓国のって、うん、しっかり熱いものが感じれて、うん、美味しいですね。はい、今日はおでんじゃないですか。そうですね、夜はおでんだね。おでんですね。次はですね、はいはい、マッサージに使う粉の専門店、マッサージに使う粉、はい、のお店に行きたいと思います。こちらになります。こちら、はい、はいはいはい、いっぱいあって、はいはい、日本人の方に人気だそうで、はい、人気なんですね。はい、じゃあ店員さんにちょっと聞いてもらっていいですか、日本人どれがおすすめ。ああ、わかりました。イボンサラムドリアンって人気が많은サンプル、タイギョラン、タイギョラン、タイグシラン、タイグシラン、はい、日本人の方にね、これが人気だそうで、タイギョっていうのが、米のぬか、米ぬかだそうですね。はい、保湿とかシワに効くって、そうそう、シワに効くの、うん、このこれとかニキビに効くのがあったりとか、じゃ自分の用途に合わせて好きなものを選んで買えれると、すっね、うん、これニキビ、ヨモギです。ヨモギか、うん、ヨモギです。じゃあ次行きましょう。いきますか。はい、はい、次のお店はこちらです。はい、湿気のお店にやってまいりました。はい、湿気。お米でできてる甘いジュースみたいなもので、日本でいう甘酒みたいなものですね。中にお米が入ってるものです。はい。ゆうじくん、どんな時飲みますか、湿気。僕ですか。うん、僕ですね、チンチルの。ああ、サウナ、うん。サウナ出た後とかによく飲むんですよ。で、韓国人の方もよく飲まれるので。うん、じゃあ今日も頼んで飲んでみよう。はい、はい、はい、これが湿気でございますね。じゃあ飲んだことありますか。私ないです。ないんですか。じゃあ飲まれた方がいいですか。いい、はい、じゃあ私がいただきます。はい、うん、どうですか。甘い、甘い、日本の甘酒とはまた全然違いますね。そうそうそう、アルコールがないから、ね、うん、全くなくて、お子様でも飲みやすいです。
構美味しい やっぱり美味しいね、うん、なんか市販で売ってるのもあるんだけど、うん、こういうところで飲むのがやっぱり。はい、じゃあ最後のお店はこちらです。はいはい、はい、何ですか、ね、こちら何に見えますか。餅巾着。もう近いですけどね。あ、これ、はい、ゆぶぽったりと言いまして。ゆぶぽったり、はい、中にはタンミョンというじゃがいもでできた麺が入ってる、はい、巾着になります。なるほど、はい、これ食べてみましょうか。食べますか。はい、はい、じゃあ中入りましょう。はい、はい、おきました。はい、これゆぶぼったり。はい、これ4000ウォンですね。4000ウォンです。はい、あったかそうですね。あったかそうですね。じゃあ、いただいて。うん、どうぞどうぞ食べてください。食べてみてください。はい。いただきます。はい、じゃあ、これですね、ゆぶぼったり。おお、はい。ゆぶぼったり。ゆぶぼったりが出てこないと。おお。麺出ちゃってるんですけど、これを熱いよ。熱いんですか、うん、気をつけて。これをいただきたいと思います。美味しい。美味しい。美味しい。うん、なんか、うん、ね、餅の、うん、餅巾着があるじゃないですか。麺もいいですね。麺もいい。麺もいいですね。あ、美味しいですね。で、今日ゆうじくん、プキョン市場見てきましたけど、はい、どうでしたか。そうですね、まあ、今までですね、うん、あの身内のおばさんと一緒に来ることしかなかったんですけど、うんうん、今日若い女の子が、はい、来て、やっぱ気持ちもやっぱそれだけちょっと違うものがあったんではないかと思います。ちょっと何言ってるかわからないですが、そうですか、はい、今日はもうじゃあこれぐらいで、はい、はい、じゃあまた次回ということで、はい、そうしましょう、はい、じゃあ以上ワボイスプサンでした。また来週。じゃねー。動画ご視聴ありがとうございました。これからもプサンの情報を配信していきますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。